はい、皆さんこんにちは。カタリリウムのカタリです。アークサバイバルエボルブのんびりサバイバル長用の続きやっていきたいと思います。でですね、いろいろ素材を集めました。で、何がどういるのかちょっと忘れちゃったけど、ちょっと石の壁を作ろうかなと。これ3枚しか作れないか。こっちは、こっちは1枚。ちょっとね、恐竜たちの壁をね、作ろうかなと思ってます。これね、ここを早く作ろうかなと。で、あ、レベルアップできるな。どうしようかな。石材料200。一回ヘルス上げとこうかな。でも困ってんのは石材の方なんだよね。まあレベル25か。まあ石材上げてもいいか。あ、レベル25ってことは1個空いたんじゃないですか、いろいろ。何が使えるようになった？バリスタ。はあ。スモークグレネード。ラジオ。これ無線機ってことかな？見た感じ。一人でやる場合はいらないかな？家の中を攻撃や監視から守ることができる。窓枠だって。へえ。窓枠、これなんだ。大きな動物のみかな。これすごいな。トラバサミ。プルちゃん、あれ？プルモノスコ。あれ、これってなんか捕まえたやつだっけ。トラバサミ。人間や小さな動物。お、クロスボウ。弓よりもかなり強力だが素早く撃つことはできない。おー、クロスボウか。結構いいんじゃない。これ取ろうか。あとね、ポイントがもう少ないんだよね。本当はこの辺一気に行きたいとこなんだけど、大型の、これどのぐらいかな。これってなんだっけ。で、ちょっと待ってね。これをここにセットして。あれ、プルちゃんってなんか作んなかったっけ。あ、やべ、動けるか。あれ、プルちゃんってなんか作んなかったっけ。ステちゃん、あ、いないか、そういうの。これなんだっけ？プテちゃん。いなかったですね。そういうのはいなかったです。ということで、壁をどんどん作っていきましょうか。ゼロ。先にここに作りたいな。あんた邪魔じゃない？で、ゼロ。おしこでちょっとだけ囲いっぽくなってないですか。まあ1枚じゃね、やっぱ2枚ぐらいやんないとダメだろうな。で、もうちょっと作れると思うんだよね。まだ石とかあるから。必要なのが何だっけ。石、木材、藁。あるかな？
あんまないな。石、木材、藁。石があんまないか。石があんまないな。あと1枚ぐらいしか作れなくないか、これ。だよね、1枚だよね。石を取りに行くか、しょうがない。石が足んなかった。ないっすね、石が。石、これでいいでしょう。石か。石を取りに行きますか。今レベルアップしたっけ。あ、石じゃないや、石材料にしたんだっけ。じゃあ石取り行こうかな。石は一人で取り行かないといけないからな。お、なんかおあつらえ向きのがいるぞ。真珠だって。真珠が手にあった。でね、画面の揺れをですね、ちょっと減らしてみました。あ、それでも結構入れるね。で、日本語化してるんですけど、このオプションとかね、日本語化されてなかったんですよ。それがね、日本語化されました。で、Steam の方からダウンロードしたモッツを入れてんですよね、日本語の。そのせいもあって、自動アップデートみたいですね。勝手にアップデートされて、なってます。あれ、振動効果、これ保存してないからか。これで少し違うんじゃないかな。あ、向かわない？なんか。この効果じゃないのかな。恐竜が歩った時に地面が揺れるんですけど、そっちの振動効果かな。結構取れますね、こんなところから。いつまで取れてんだ。ちょっと木を切らないとあれだな。壊れた時に修理ができないですね。木をちょっとだけ取りましょうか。もうなんかそばに木があんまりないな。だいぶ木を取ってますからね。だんだんなくなってきちゃうな。壊れた。修理機か。あ、これ取れないやつだ。ちょっと恐竜の檻を早急に作っていかないと、なんか肉食がね、襲ってきたらね、やられちゃうってことなんで、そこ気をつけていかないといけないですね。これ壊したら一回戻るかな。よし。じゃあ一旦壁を作りに戻ります。
時々肉食が襲ってくるから、気をつけないとやっぱやられちゃうよね。藁と木材で4枚作れるね。このぐらい持っといて、ちょっと余計なのを置いてってですね、繊維もいらない。腐った肉はいるから、ケラチン。腐った肉と、なんだっけ、ナムコベリーだっけ。ちょっと先に腐った肉はね、ほっとくとなくなっちゃうんで、こっちで作っときましょうかね。間違えた、壊したとこでした。焦ったわ今。ナムコベリーと腐った肉3つ作れる。これ閉じても平気なのかな。閉じたらやっぱダメか。お、再開された。あれ？で、これこっちで、こうやったらいいのかな？よし。じゃあ壁を作って設置していこう。今壁作ったっけ？あれ？壁作んなかったっけ今。ここに来てるのか。ちょっとここに置きたいんだけど、君邪魔だよね。置けないもんね。よしよしよし、来た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 。で、ここに、よし、結構囲えたかな。こいつ来ないな。来た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 。これ入れるの結構大変じゃないですか。みんな来たかな。おし、こっち来て、こっち来て。オッケーオッケー。こいつだけ飛んでるな、まだ。難しいね、飛ぶやつは。で、これをこの辺までやったらいいかな。で、ここもちょっと石に変えた方がいいかな、将来的に。この石は壊せないのか。壊せた。
構なんかこういう石からいっぱい取れますね。ちっちゃいのに。大きい石ろくに取れないのにね。で、土台が今まで一番安いのを木の土台にしてたけど、石の土台って取らなかったっけ。石の土台は取ってないか。まあ木の土台でもいいかな。これ何、あと繊維が足んない。繊維とこれで12個もいらないな。1、2、3、4、5、6、このぐらい作っとけばいいかな。これでちょっと土台の位置を決めていこうかな。いやー、なんか地味に楽しいですね。これ見てて楽しいかどうかがちょっと微妙なとこなんだけど、地味に楽しいですね。よし、じゃあ設置に行こう。だこれのね、位置がね結構難しいんだよな。こうでしょ。こっからもう横にしちゃっていいよな。でこれを直角を出すのは難しい。まあ大体でいいんだよな。これも重なっちゃうでしょ。大体で。あ、なんか邪魔じゃん。なんか君邪魔だよ。これこうしようかな。斜めってる。あと何個ある。あと2個あるね。ここを斜めにしてもいいかな。こうするとどう。なんか出っ張りそうなんだけど、難しいとこだね。あれ、そもそもここは直角じゃなかった。全然直角にしたよつもりだったのに全然違ったわ。で、もう一個かな。結構使いますね。でもう一個はもう壁作れないかな。これこれ斜めにした方が良かったかもな。まあいいや、その辺の修正は後でで。で、壁がもう一枚作れてるから、ここに置くと。いいんじゃないですか。尻尾とか出そうですね。で、こんな感じにできてるので、また石を持ってきて囲えば、それなりになるんじゃないでしょうか。なんか隙間とか空いてるし、これ重ねちゃっていいのかな。ちょっとその辺の建築技術は後々ちょっと頑張ろう。あれ、これは木で埋まってるよね。
あ、違うか。ここは重ねてるから石と石がくっついてるんだ。ぴったりになって。あー、で、これはあれだ。隙間が空いてるから隙間があるんだ。そういうことか。ここはうまくできてますね。ってことは、ここはもうちょっとくっつけないといけなかったんだ。土台の方。土台離れてるもんね。なるほどね。まあ、それはもう後々新しい家に応用していきましょう。君はなんでここにいるの？もし楽しくなってきたぞ。だんだん家ができてきました。で、斧のね、鉄の斧のやつを取ったんですよ、設計図は。だけどね、なんか素材が足んなくて全然作れないんですよね。鉄の斧って取んなかったっけ？あ、取ってないか。あ、違うな。ここに出てこないだけだな、きっと。なんかね、足らないんですよ。あ、木の土台。違うな。あ、これ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 、これを作んなきゃいけないんだ。メタルインゴットっていうのを5個必要なんですよ。で、そのための釜を多分作る、用意しないといけないな。おそらく釜が必要なんです、インゴット作るのに。その釜ってどれだ？釜ってあったと思うんだよな、どっかに。これかな？精錬することができる。これかもしんない。21だって。あ、失敗した。取れないじゃん。取れないよ。失敗したな。もう1レベル上げなきゃいけませんね。さあ、これを取ろうと思ってたのかもしんない。でね、ここを取ったんですよ、これ。だけど、そのメタルインゴットってのは足らなくて作れないんだな。クロスボウとか取ってる場合じゃなかったわ。クロスボウももしかして作れないんじゃない？今の状態だと。そうだわ。これがないと多分作れないんだ。残念。ということで、レベルを上げないといけないな。まあ、もうちょっとで上がるから頑張って上げますかね、レベルの方をね。ということで、今回は壁作りの途中でした。で、いろいろノウハウが分かりましたね。土台はぴったりくっつけろと。そういうことですね。はい。ということで、今回はこの辺で終わりにしようかな。最後まで見ていただきまして、どうもありがとうございました。